皆様こんにちは。今回はフィレンツェサンタマリアノベッラ駅北西のウニタ広場からフィレンツェの食文化が強く感じられる中央市場へ向かうサンタアントニーノ通りを探検していきましょう。この広場が正式名称ピアッツァ・デル・ウニタ・イタリア、イタリア統一広場と呼ばれるようになったのは1882年イタリア統一を記念し、広場中央にジョバンニ・ピーニによるオベリスコをかたどった記念碑が飾られてからです。それ以前は道を挟んで目の前に見えているサンタマリア・ノベッラ聖堂が未だ小さなサンタマリア・デ・ヴィーニェと呼ばれる教会だった頃、教会の正面がこの広場の方向を向いており、その教会前広場だったことからピアッツァ・ベッキア・ディ・サンタマリア・ノベッラ、旧サンタマリア・ノベッラ広場ということでピアッツァ・ベッキアと呼ばれていたそうです。広場と駅は地下道とスロープでつながっていてアクセスが大変良いのですが、現在地下道が工事中のためしばらくは地上からのアクセスのみとなっています。広場にはフィレンツェ空港へ伸びるトラム T2 の始発駅もあり、足回りが大変良くなっています。この広場で一番目立つ建物は1903年からの長い歴史を誇るフィレンツェの老舗ホテルの一つ、グランデホテルバリオーニで、その右隣の建物をよく見ると不思議な紋章がついています。1759年にアカデミア・デッリ・ア・リスキアーティの求めで創設された小さな劇場があったことを示すもので、その団体のシンボルのネズミとモットーのキノノリスキアノノロジカが表されています。虎穴にいらずんば虎子を得ずにあたることわざです。劇場跡があるビア・デル・メラランチを進んでいくと観光名所の一つメディチケ礼拝堂とサンロレンツォ聖堂に出ます。途中スーパーや日本の百均にあたるお店があります。さてこの老舗ホテルと広場を挟んで向かい側に大変大きな建物があります。チェレッターニ宮殿と呼ばれる建物で、その歴史は1555年バリオーニ家に遡ることができるのですが、1648年にチェレッターニ家の所有になり拡張され、現在はトスカーナ州の所有となり役所や図書館として使われています。今回はフィレンツェの食文化の観光名所として有名な中央市場方面へ向かうビア・サンタントニーノを歩いていきます。この通りの名前はメディチ家のローコジモの親友でフィレンツェの大司教を務め、1523年に列聖された聖アントニーノにちなんで名付けられましたが、それ以前はウニタ広場からファエンツァ通りまでやビア・デ・アモーレなど通りと交差するところで名前が変わっていたそうです。通りの入り口には大きな街路樹のおかげで意外と落ち着けるバールがあり、その角に小さな聖母子のタベルナーコロがあって、教会との関わりが深かったことを感じさせます。このバールの隣には三つ星ホテル、そのまた隣には中華食材店と、向かいにはコインランドリー、老舗のレンズを扱うお店、そしてその向かい側には歴史を感じさせる風変わりなカルテリーニ宮殿があります。宮殿のこの装飾は1690年にこの宮殿の所有者だったガリレオ・ガリレイの弟子ヴィンチェンツォ・ビピアーニが、当時教会から除名され正式に葬られていなかった師匠の名誉を示すために制作させたもので、ガリレオ・ガリレイの偉大さがラテン語で書かれ、扉の上にはガリレオ・ガリレイの胸像が飾られています。この建物でもう一つ興味深いのがレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザの注文主の家であったこと、フィレンツェのワイナリーを所有していた家族の邸宅の特徴であるブーチェッタ・ディ・ヴィーノという昔のワイン販売窓口が見られることです。道を挟んで少し前方に東アジア系の食材店、その先に結構日本人にも馴染みやすい味付けの中華レストラン米先生があります。フィレンツェには教会などの歴史的建築物の前の多くに説明書きの立て札があり、この通りにもオラトリオ・サン・ジュゼッペの立て札がある楕円形の飾り窓が特徴的な17世紀半ば頃の建物があります。
この少し先にも中華食材店とレストランが目立ちます。コロナ禍以降さらに増えました。長年あったお肉屋さんとレストランを兼ねたお店が中華に変わっていて、なんだか寂しさを感じます。その向かい側に数年前日本でもブームになったタピオカティーを含むアジアンソフトドリンク店もあります。どのレストランもそうですが、価格はロシアのウクライナ侵攻の煽りで値上がりしています。大聖堂とバッソ要塞を結ぶファエンツァ通りとの十字路にはティラミスで有名なローマを代表するお菓子屋さんポンピのフィレンツェ店があります。以前このサンタントニーノ通りにあったカントゥッチなどのトスカーナ伝統の焼き菓子を製造販売していた人気店は移転してファエンツァ通りの赤の23番ポンピがある角を曲がって少し行ったところにございます。ファエンツァ通りを越えた右手に漆喰で作られた愛らしい天使たちに囲まれた14世紀の聖母子の絵画のタベルナーコロがあります。ここまで来ると中央市場まであともうすぐ、道が一段と賑やかになってきます。両側に向かい合ってアジア食材店、辛い料理が好きな人には特におすすめの四川料理の人気店があります。その先にはピザメニューもあるトルキッシュケバブ店、その向かい側はこの通りで私の最もおすすめのレストラン、古き良きフィレンツェを思わせる1860年から営業する伝統的なトスカーナ料理の庶民的なお店、トラットリア・ピッツゲリア・パレドーロ。お店の奥は落ち着いたテーブル席で、手前は昼手早く済ませたい人用に席料を取らないカウンター席があり、テイクアウトもできます。その隣に昔のワイン組合の紋章のデザインをあしらったプレートがある老舗の酒屋さんフラテッリ・ザノビーニがあります。昔ながらの木の棚に2500種ほどのワインが並び、入って正面の大理石のカウンターではいつも常連らしきおじさんたちが良心価格の日替わり試飲ワインを楽しんでいます。営業時間は一般個人商店と同じような時間帯で8時半から14時、遅い昼休みを挟んで15時半から20時までです。この絵の手かの市場側の隣も昔ながらの食堂といった風情のリーズナブルで庶民的なレストランです。そしてとうとう市場の前の道、アリエント通りに出ます。遠くにサンロレンツォ聖堂の新制御室のクーポラが見えます。この通りとの角には奥に落ち着いたテーブル席もある老舗のお菓子屋さんがあります。道にはずらりと主に革製品を扱う屋台が出ているのですが、その背後には昔ながらのパン屋さんや八百屋さん、家庭雑貨専門店に薬局と生活には欠かせない専門店が揃っています。中央市場の方を振り向いていただくと、角にフィレンツェ名物のランプレドットの屋台があります。市場の中の食堂や市場2階のフードコートでもランプレドットを食べられるのですが、この屋台のお店の地元ファンも多く、いつも笑顔で顔の広いオーナーのシニョーラが常連の在住外国人の協力で作成した各国語メニューもあるので安心して注文できます。次回はメルカート内の様子をお伝えしたいと思います。皆様最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。これからも地元フィレンツェを中心にイタリアの情報を発信してまいりますので、いいねご登録いただきますと大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまた、皆様良い一日をお過ごしくださいませ。